これ食べれる。じゃあ後で。取り放題なんですか、ね、それいや、一回です、ね、なるほどもう一回やっていいですか。20歳未満の飲酒喫煙防止のため年齢確認を実施しております。それだけあ、大丈夫。それだけ。おぉこの黄色いやつ好きな穴を取っていいですね。うさぎの巣だけピンクにすごいな。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これ何だろうな、ロバ。意外と難しかった。ウサギさんみたいな感じの色をちょっとウサギにして、実際はこれロバか。そうですよね、はい、家に飾ります、はいはい、こうご飯が入ってないんですよね。でこれを購入してお店で炊かれたご飯をこう入れていただいて召し上がってもらう。で実際にこうご飯だけで店炊きご飯、ご飯だけで販売されてたりとかメニューとしてはカレー、あとこちらがお弁当ですね。結構お弁当も種類いっぱいありますね。サバハンバーグ、唐揚げ、唐揚げコロッケ、これが鶏のカレーチーズソース、照り焼きチキン、メンチカツ、ハムカツ、サバの塩焼き、あ、いろいろいっぱいありますね。カルビ、こだわりローストンカツ、大きなチキン南蛮、あとハンバーグ、ウインナー、これは何だろう、お好みソースダブルカツ、お、なるほど、だからここの部分にお好みのご飯の量を入れていただく。だからご飯の量が小盛り、普通盛り、大盛りで、特盛りだけプラス50円なんで、まあ、その時のこうお腹の空き具合によってここに入れていただくご飯の量が変わるっていう感じですね。まずはこのたっぷり辛口ポークカレーを店炊きのご飯を入れていただいて食べようかなと思います。もう一つはこちらのご愛好感謝のお弁当、はい、こちらをいただきたいと思います。おいで、こっちが普通で、普通でお願いします。
で、はい、小倉さんの店内ご飯でしたっけ、店内炊きご飯、はい、こちらでいただく、ここはカレーをいただこうと思います。カレーを温めていただいて、それを自分でご飯の上にかけるような感じです。小倉さんの店内炊きご飯、普通盛りです。ちょっとじゃあカレーもかけますか。やっぱりこう、美味しいですね。炊飯器からチョップでこう盛られてるから、あったかさとか硬さが程よくて、うん、他のコンビニにはない小倉さんの特徴で、これ向きが合ってるか分からんけど、いきますね。せーの。はい、ちなみにはい、これがどうするかっていうのをオーナーさんに聞いたんですけど、やはり電気代がね、かなりかかるらしくて、はいはいはい、でね、なんかこれって LED なのかな、ちょっとわからないですけど、はいはい、やはりここは朝6時から1時までなんですよね。あ、24時間じゃないですね。そうなんですよ、うん、だからやはり電気代がかなりかかるから、はい、今後のその存続というかね、検討中ということを言ってました。可能性もなきにしもあらずというか、やはりやっぱこういう場所ですから、はい、もう津山というかね、これもうもうずっと言ったらもう鳥取県の県境というか、うん、彼なんで、ですよね、すごい貴重な存在ですけど、やっぱそういうちょっとね、経費的なこともあって、まあ、まだ空いてるということなんで、ぜひ、ポプラさん、貴重なポプラさんです。はい。はい。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思っても、グッドボタン。チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。